おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。
奴らに支配されていた恐怖を。鳥籠の中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォールマリアを放棄、その活動領域をウォールローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルト、ミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし故郷を取り戻す。その思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ？トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか？はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれる者か。貴様は何者だ？そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た？それは素晴らしいな。貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう。
第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。させやがって、焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。おい、そこの、さあお前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。その通りだ。駐屯兵団の隊長をやってるハンネスだ。よろしく頼むぜ。お前も104期の訓練兵だってんならエレン・イエーガーとか知ってるか。そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば104期にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。知ってるか。あいつらも肉親をなくしててな。今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。今度はエレンたちも連れてまた会いに来いよ。まあとにかくこれからよろしくね。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。いや、いろんなことが細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。ああ、君か。もしかしてわざわざ今日のお礼を言いに来てくれたのかい。仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。そんなことでいちいち気を使わなくていい。ライナー、ベルトルト、いるか。なんだお前らまで。俺たちに何か用か。二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろう。頼む、俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その君たちは三人ともシガンシナクの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのになぜ兵士を目指すの。僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの。僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。
内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練編を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど、大丈夫かな。とにかくやってみないと分かんねえだろ。行こうぜ。くそ、なんでうまくいかねえんだ。みんな頑張ってるのによ。もうガスも刃も残ってません。コーディが突っ走るからですよ。こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろう。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。お前代わりに早いな。けどやるしかねえよな。頼んだぜ。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。今期の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。
お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他の者をまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イエーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・カーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。そうなの？10位以内なら憲兵団にだって入れたのに。だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよマルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっと
このくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。なんだと？じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言いたいのか、エレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロストクである。トロストクには中鈍兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中鈍兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロストクでの任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が効いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ。お前だけじゃない。皆さん、長官の食糧庫からお肉取ってきました。はあ？ほんと、バカって怖え。っておい、なんで俺を見るんだよ。大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類は
ようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標壁外正面超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。
おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと？もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとポニーったら。はいはい、わかったわかった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちっ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。帰還した！何しやがる！まっすぐ！よくも倒らすわ！やめて！やめてください！エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ、全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい。いや、私たちも見てない。
とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。本部に突っ込むなら今しかねえ。いけるか？この世界は残酷だ。美しい。
いい人生だった。諦めない。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。死んでしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。あが任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。妖精じゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。さすがに力尽きたみてえだな。
これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンとミカサを頼む。そう。みんな無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいなら、いっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。いいです、勘弁してください。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。悪く思うな。こりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して中東兵団を説得できると言うなら、俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。
僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力、抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました！この事実だけは動きません！迎撃態勢を取れ！奴らの巧妙な罠に惑わされるな！図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間、彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。
どうかここで、ここで死んでくれ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て。後頭部からうなじにかけて縦1メートル、横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、いつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え、どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦え。
みんな死んだ甲斐が。初めて巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか。心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か。穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ、うん、これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。
ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆、聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで。ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは。上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。その冗談、面白くねえよ。とにかく、俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間、よろしく頼むな。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。みんな頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら、私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って巨人が現れたら、新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。お互い無事で何よりだったな。
先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ、ペトラ。この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとは、お前も存外見る目がねえな。みんなご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザノ、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。というわけで、巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない、本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？なんていい子なんだろう。誰かさんにも見習ってほしいな。誰のことですか？本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。すごい、本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。
巨人が本当に活動を停止するのか、個体差があるのかも検証したいね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、ピルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい、軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はナナバ、こっちはゲルガーだ。一応バカズだけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのは分かるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、ミケ分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。君には何が見える？敵は何だと思う？いや、すまない。
変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたっていうから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ。また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺はもう二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。そう、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日だ。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。もし俺が暴走したら、いや、なんでもねえ、必ず成功させてやる。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは、
何だと思う？近くって言っても結構距離がないかい？巨人の近くにいたってだけじゃないと思うんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイアンだ。それじゃあ早速光線準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないんだ。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ私たちも配置につこうか。きっとエレンならやり遂げてくれるさ。私たちは私たちの役割を果たそう。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。巨人を目の前にして命の危険を感じない人間なんていないと思うけどな。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。
なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなると、ウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、何とかしろ。とはいえ、巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えると、おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わないけど、今回分かったのはもっと違うことだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だがな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったなエレン、俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でもそれでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。私たちを信じて。はい。私は調査兵団団長エルビン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で、
自分の命を落としてもやるというものはこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。ミカサ、アルミ。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ、あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。おい、余計なこと言うなって。お前らここにいるってことは調査兵になったのか。ってことは憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり値踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。あ、エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。
いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体勢を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ、俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。ヤッハー！何でもないから気にしないでいいの！エルドさん、この話はしないでください！まあ、こいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開まで自分の配置に戻る。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。小距離索敵陣形展開。じゃあな、アルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、みんなもね。Huh?
さないのか。顔を確認した。アルミ、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。あの縁だ。右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。クソ、これじゃどうすることもできねえぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。じゃ無理だよ。無謀すぎる。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。遅い。さっさと決めろ。進みます。走れ。このまま逃げ切る。
撃て！俺とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今！まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーッ。分かったか。はい。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。そうか、やっぱりあの音は女型が罠にかかった音だったってわけだな。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だがだとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。ああ、最初からそうしておけば犠牲は少なくて済んだはずだろ。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。
女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ、てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルビン。お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。君も補給が必要なら済ませておくように。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えると、できそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？グータさん！エレン、止まるな！進め！エレンを守れ！
人相手でも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんでよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。おい、エレンはどこだ？多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。
自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。遅えな、エルヴィンの野郎ども。待たせやがって。向かいの憲兵団が先に来ちまうじゃねえか。大方クソがなかなか出なくて困ってんだろうな。兵長、今日はよく喋りますね。バカ言え、俺はもともと結構喋る。すいません、俺があの時選択を間違わなければこんなことには。言っただろうが、結果は誰にもわからんと。団長、お前ら。女型の巨人と思わしき人物を見つけた。今度こそ確実に捕らえる。作戦は我々が王都に召喚される途中で通過するストヘスクで決行する。ここが最初で最後のチャンスとなる。目標をストヘスクの地下通路へと誘い込む。たとえ巨人化しても動きを封じて捕獲する。だが万が一その前に巨人化した場合、エレン、君に頼むことになる。目標への接触はエレン、ミカサ、アルミンの3人で行い、他の兵員は市民に扮して周囲に潜伏、目標を取り押さえる。さらに万一に備え、一部の兵士は完全装備で後方に待機、目標の監視を行ってもらう。君はこちらの班に入るように。やつは何をしてくるかわからねえからな、ちゃんと見張っておけ。目標はストヘスクの憲兵団に所属している。それを割り出したのはアルミンだ。女型は捕獲した2体の巨人を殺した犯人と思われ、君たち104期訓練兵の同期である可能性がある。ちょっと待ってください。104期って。その女型の巨人と思わしき女性の名は、兄レオンハート。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままじゃエレンは殺される。ボールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は
僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いいや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。ったく傷つくよ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの、アルミ。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの。捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの2体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの。今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。もういい、これ以上聞いてられない。キモ、もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。
レン。これを縛って地下に運ぶ。そっちを抑えろ。君も手が空いてるなら手伝う。ん？あれは、なんで君が中に。ちょっと待って、あれはたまたまあそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ、壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人にニックを当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたのだ。後で被害額を請求する。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。剣を殺せ。私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。分かった、死んでもらおう。くみ様。嘘嘘、冗談。ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。
ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝えてもらいたい。要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえね。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備ができ次第出発してくれ。以上だ。調査兵団は女型の巨人の正体であるアニレオンハートを拘束したが、強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることはかなわなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。こっから南に行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。あれ、足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？本当です。確かに全員いるか。南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。直ちに馬に乗り付近の集落を回って住民を避難させなさい。南方から？壁は破壊されたと捉えるべきなのかな。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。君はこんなところに来て一体どうしたんだ。女型の巨人のことか。すまん、こちらの状況もそれどころではない。ウォールローゼが突破されたかもしれないんだ。ここを切り抜けてから聞く。お前が完全装備でここへ来たのは幸運だった。手を貸してもらうぞ。いいな？
104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける。戦闘は可能な限り回避し、情報の拡散に努めよう。人や集落を発見次第離散していけ。なお南班と西班は破壊箇所を特定する任務を兼ねる。誰かこの地域に詳しい者はいるか？はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコディも。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くを案内できます。その後俺の村に行かせてください。そりゃもう行ったところで無駄でしょうけど、でも行かなきゃいけないんです。わかった、南班の案内はお前に任せたぞ。近いな。武装している者は手を貸せ。巨人の注意を引く。その間に104機を先発させろ。了解。お前は俺たちの援護に回れ。戦う覚悟はできているな。いい返事だ。活躍を期待している。それぞれ行動を開始しろ。腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あ、もう動いていいよ。面白いことを考えるな。嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！
大丈夫ですから。なんで あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ行って。走らんかい。ここまで来ればもう大丈夫ですよね。周囲に巨人は見当たりませんし。ありがとうございました。おかげで私もこの子も無事に逃げ切れました。この恩は必ず。芋もうみんな忘れたものだと思ってたのに。おい、無事か。怪我はないようだな。ん？お前は？はっ！104期調査兵団、サシャ・ブランスです。上官の指示で各地への情報伝達に当たっていました。そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は私が安全な場所まで送り届けよう。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団の加勢に入ってくれるか。どうやら東防衛線が押し込まれているらしい。準備ができ次第すぐに出発するぞ。必ず今回のお礼はしますので、食べ物以外で。また生きて会いましょう。必ず。貴様は調査兵団か。戦えるなら何でも構わん。すぐに出撃してもらうぞ。あんたは確かトロスト区奪還作戦の時にいた。助かった。心強いよ。貴様らも早く配置につけ。グズグズしている暇などないぞ。はっ。巨人はここで何としても食い止めないと。トロスト区で死んでいったみんなにも申し訳が立たないからね。行くぞ。力を貸してくれ。頼もしいね。期待させてもらうよ。さあ一匹たりとも投資はしないよ、巨人ども。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。行きますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。さらに巨人が来たらここも突破されてしまうだろう。なんだろう、何か。あんたはどう思う、この状況。まったく楽観的だね。私は何か薄気味悪いものを感じるけど。新兵、ご苦労だった。ここはもういい。今のうちに調査兵団に合流しておけ。アデコニー。嘘だろ。誰かいないか。こいつ動けないのか。
じゃあどうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それになぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ゴニー、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南藩はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西藩と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちは、ボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてはね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろう。まあ当然だよな。まさかこんなことになるとは。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよコニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。
うるせえ！クソ女もう寝ろ！いやいや、今の話じゃそうとしか考えられねえだろ。だからもう黙ってろ、このクソ女！さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。全員起きろ！屋上に来てくれ！全員すぐにだ！月明かりが出てきて、気がついたら。なんでだよ。なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵。なんだ、こいつは。巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえか。なあ、あいつ、壁の方に。おい、待て！待て待て待て待ってくれ！ざけんじゃねえぞ！チンペイは下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行くぞ！だねな。俺にしちゃよくやった方だと思ってる。すまねえ、お前らもう力入んねえ。おい、まだ生きてんのか。よかった、無事で。ああ、先輩たちがやられた。よせ、クリスタ、もう塔が崩れそうなんだ。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんが、ギルガーさんが。くそ。なあ、このままここで塔が崩されて、ただ食われるのを待つしかねえのか。もう、何か、やることはねえのかよ！くそ！くそ！こんな任務も中途半端なまんま、全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前、まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちは、お前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつも、どうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私は。クリスタ、こんな話、もう忘れたかもしんねえけど。これが最後になるから、思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。お前な、ライナーだってもう少し空気読めるぜ。おい待て、そりゃどういうことだ。雪山での訓練中に倒れたダズを、私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も
元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？コニー、ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよ、これで。ユミル、何するつもりだ？さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな、お前胸張って生きろよ。私の名前ヒストリアっていうの。ウトガルド城の104機調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは、命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。
彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁城へと退避する。しかし、仲間と無事を喜び合う彼を、思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあ、ベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、選手として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。
れは何を？無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。アルミ、エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミ、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ、僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに。それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろう。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。ああ、俺もだ。ライナーもベルトルトも敵だったなんて。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。判事、説明を。うん。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。助ける賭けに出るか。俺は、Yeah.
かない。そろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話はその後でいい。ライナ、おい、てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナ、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな。ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らな、お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。そうだな、俺は頑張ってお前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うがその通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだいライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは信玄団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ。クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今はあいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れていかないのならここでお前らと戦って邪魔をする。
いつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった無事だったんだね。え、嘘、クリスタ食いやがった。やめろエレン、甘えられるな。そりゃ無理があるぜベルトルト。そいつを怪しつけるなんて不可能だろ。まあ出てこいよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。今までずっと騙してたのかよ。お前ら今まで何考えてたんだ。こいつらは人類の害、それで十分。誰が人なんか殺したいと思うんだ。確かにみんな騙した。謝る資格なんてあるわけない。けど誰かお願いだ、誰か僕らを見つけてくれ。ベルトルト、エレンを返して。ダメだ、できない。お前らそこから離れろ。信じらんねえ。どういうつもりだエルヴィン、巨人を引き連れてきやがった。ここまで来たんだ、故郷に帰るんだ。ベルトルト、いいの二人とも。仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って兄を置いていくの。兄なら今地下深くに幽閉されて拷問を受けてるよ。今この瞬間にも兄の体には休む暇もなく様々な拷問が。悪魔の末裔が目だやしにして。そういたったい。ちゃんの敵を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ早く。俺がやんなくちゃなんねんだ。俺がケリをつけねえと。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。伝えたいことがある。
緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に裏を巻いてくれて。ありがとう。そんなもん、何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。座標が最悪のやつの手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。ライナーとベルトルトの手からエレンを奪還した後、彼は調査兵団を支える優秀な兵士として着実に評価を高めていった。だが彼の求めるものは評価や名声ではない。5年前のあの日から彼が抱き続けた願いは、己から全てを奪った仇敵を打ち果たすこと。そして巨人の手に落ちた故郷を取り戻すことだ。それだけを胸に
の視線をくぐり抜け、兵士としての力を磨き続けてきた。そしてついに決戦の時は訪れる。これは名もなき兵士が残した最後の記録である。なあ、俺たちこれからどうなるんだ。まずはエレンの力について調べることが優先だろうけど、具体的なことはわからない。今までとは状況が違いすぎるよ。皆さん、なんだか妙に騒がしくありませんか。ああ、言われてみりゃそうだな。後で様子を見てくるか。お前たち、急ぎ戦闘の準備をしろ。戦闘？何があったんですか？ウォールローゼ壁内にまた巨人が現れたらしい。それも以前とは段違いの数の。偵察班によれば、巨人の群れはウォールシーナへと一直線に向かっているようです。その中には先の騒動の際にも姿を現した獣の巨人の姿を確認したとの報告もあります。やはり三兵団の総力を結集し緊急防衛線を敷くのが最善であろうな。はい、ウォールシーナの陥落は人類の滅亡を意味します。それだけは避けねばならない。我々が一致団結して人類の危機に立ち向かうか。面白くなってきたな。どうやら依存はないようだな。憲兵団は引き続き市街地で避難民の誘導を進めてくれ。駐屯兵団はピクシスを中心に緊急防衛線の準備を。調査兵団は偵察を続けろ。巨人の動向から目を離すな。はっ！エルヴィン、どうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。お前たちはあの獣の巨人についてどう思う？ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は知性があるとしか思えないものだった。そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人にはない未知の力を持っているのかもしれない。それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルビン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。敵の数はどうだ？まあ、聞くまでもねえか。私たち、本当に最前線で戦うんですか？あんな大軍相手に、どうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら、人類は…注目！これより我々は、巨人との決戦に臨む。ウォールシーナの陥落は、すなわち人類の滅亡を意味する。ならば、我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆、心して戦え。心臓を捧げよう。エレン！
お出ましか。あれは。やはりそれが狙いか。リヴァイ。クソが。おい、待て、エレン。急いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ。今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。
俺たちの故郷。